駿河小山駅は静岡県寸東郡小山町小山にある東海旅客鉄道御殿場線の駅である。駅番号は CB08、宝 CB 石業で発展した小山町に位置し、駅の裏手に宝石工場が控える。駅がある場所は小山町東部の小山地区で静岡県と神奈川県の県境に近い。普通列車と一部の特急、富士山が停車している。 静岡県内の鉄道駅では最も北に位置する。駅は1889年2月に開業した。当時は小山駅を名乗ったが、1912年7月に駿河駅に改称。戦後の1952年1月に駿河小山駅に改称している。御殿場線の途中駅の中で、丹那トンネル開通以前に、東海道本線の駅として開業した7駅の一つである。 1889年に、高津五天場沼津間の鉄道が開業したとき、その中間駅の一つとして開業したのが、小山駅、後の駿河小山駅である。高津沼津間を結ぶ、現在の五天場線は開業当時は、東海道本線の一部であり、小山駅も東海道本線の駅として機能していた。駅の開業は、周囲の村が発展する契機となった。1898年には、 富士宝石の工場が村内で創業を開始し、日本全国から集められた、高男、工女が小山駅に降り立ったと言われる。この宝石工場は鉄道省の新鉄道省下でガス宝石の工場にその名知られし、駿河駅と謳われている。鉄道開通によって、活況を呈した周囲の村は対正になって調整が敷かれている。年に単なトンネルを通る熱海 沼津間が改良し、東海道本線が同区間経由に変更され、構津御天場沼津間が御天場線という地方路線に格下げされたことは、小山の町にも悪影響を与えた。夏場に富士登山に訪れる客を見込んで、土産品の即売所を開設しアピールしたが失敗し、地元商工会が町民に町内での買い物を呼びかけたほどである。見切りをつけた商人が、 町から出て行ったとも言われている。島式ホーム一面二線を持つ地上駅。ホームの南側が下り列車が発着する一番線。北側が上り列車が発着する二番線である。駅舎とホームは湖泉橋で連絡している。ホームの外側に一本ずつ側線があるほか、上り側線から富士防石小山工場への専用線を転用した保線車両留置線が分岐している。 五天場駅管理の無人駅。かつては東海交通事業による業務委託駅であったが、2012年3月17日に無人化され、清クも閉店した。このため、乗車の際は、ワンマンカーは整理券を取り下車駅生産、または乗り換え列車内で乗車券類購入、特急、富士山号などの車掌乗務列車は、車内で乗車券類購入となる。ただし、 土曜、休日の一部時間帯に、御殿場駅から駅員が発見される。駅舎は、校内の南側にある。駅舎はやや高い位置に設置されているため、出入り口前に階段がある。古線橋は駅舎に直結し、一番線をまたいだ先から、階段がホームへ降りている。静岡県統計年間によると、2018年度の1日平均乗車人員は371人で、ある。 利用客数1、近年は減少傾向が続いている。なお、近年の推移は以下の通りである。駅前バスターミナル、富士急行のバス路線がある。特急、富士山の隣の停車駅は、列車記事を参照のこと。東海旅客鉄道 CB、古典場線、国外駅駿河小山駅足柄駅駐車区。編集出展、編集、ありがとうございます。